宗剣ら数十人を人質に取り、近城大衆の賃位を殺害した。関水は、近城軍の有力者によって、身の白金を払われ買い戻されると、なお関水に改めたという。五官書によると、中平元年の出来事だったとある。宗剣は川首平官王を称し、五官朝廷から自立して、独自の年号を定め、上昇以下百官を置いていた。しかし、 剣安19年、曹操軍の過去を縁に攻撃され、1月余り後の10月に奈良間で滅ぼされた。曹剣は処刑され、曹剣の置いた上昇以下の管理らもまた同じく殺された。剣安21年、剣定は曹操を儀王に封じた。その象直によると、曹剣は関水と共に益州の劉備と通じていたとある。芝兵の俗官所によると、 建案17年10月に、駅州の州軍は、水星が後諸行の静粛に出たのを見て、西方の軍友が買い土地を失うと予言した。俗館所では、実際に没落した軍友として、駅州の隆暢、館中の長炉、領州の寒水、奈良館の総建を挙げ、予言が的中したと主張している。また風元の風古では、義で、しばしに反乱を起こして廃止した文金。 諸葛丹と共に、蒼剣の名を挙げ、反乱者がろくな最後を迎えられないことを、当時の誰もが知っていたこととして、例示している。蒼剣と比較に挙げられた軍友や反乱者の中から、蒼剣自身が、それなりに有力な軍友か、あるいは反乱者として認識されていた可能性はある。ありがとうございます。